これより第2クォーターに入ります。関西学院相手陣37ヤードからサーダウンテン。大きなパス、インターセプト、インターセプト、ナイスターンオーバーです。クォーターバック12番ロングパス、しかしこれを取ったのは立命館、したがって立命館森山の攻撃と変わります。ターンオーバー、立命館16番河合大輝選手3年生が、ターンオーバー。立命館自陣4ヤードからのファーストダウンテン。関西学院中学部のラッシュが非常に効いてきておりますので、セーフティーになりかねない危険性があります。さあ立命館もね、もちろんここは黒の体形で中央をついてくる、中央へのランプレー、ゲインは約1ヤード、約1ヤードにとどまっております。立命館自陣5ヤードからセカンドダウン9。立命館自陣5ヤード付近より、セカンドダウン10。ほとんどゲインはなかった模様ですが、パスを選択、おっとこれはパス失敗、パス不成功。パスを狙いました。クォーターバック18番、ワイドレシーバー16番のパスでしたが、16番キャッチミス、サードダウンに変わります。さあサードダウン、立命館自陣5ヤードからサードダウン9。5ヤードサードダウン9。立命館森山、もちろんプロの体型、パスを狙っていく、これはパス成功、ファースト、ファースト、クォーターバック18番、16番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。16番河合選手のパスが成功。河合選手大活躍です。インターセットからパスのキャッチのターゲットも河合選手と。立命館自陣24ヤードからファーストダウンテン。さあ立命館は自陣24ヤード付近よりファーストダウンテンの攻撃となっております。さあパス、パス、スクリーンパス、スクリーンパス、ターゲット9番、ロングパスに見せかけたキャッチアンドランのパスプレーです。キャッチしたのはゲインは約1ヤード。磯部選手2年生、立命館自陣25ヤードからセカンドダウン9。自陣25ヤード圏よりセカンドダウン9の攻撃。さあパスを試みますが、これはキュービーサーク、クォーターバック18番、パスを投じようとしましたが、これをディフェンスラインがキュービーサーク、ディフェンスライン51番ナイスタッチでした。キュービーサークは51番、約7ヤードのロス。完成姿勢、立命館自陣18ヤードからサーダウン17。身長168センチ72キロという情報をいただいておりますが、そこまで大きな選手ではないのですが、本日2度目のロスタックルでしょうか。ここでショットガンを選択しました。キュービーサークロスタックル、ここで立命館パスを投じようとしましたが、再びキュービーサーク、さらにロス、63番中選手の、ロスタックルでしょうか。これはフォースダウン23と、非常に長いので、もちろん、パントを選択。立命館フォースダウンロング、自陣11ヤード、パントフォーメーションを選択します。パンター88番、
パンターは88番酒井選手3年生しかし41ヤード付近までなんとか戻すと点数をこのパントは自陣を脱することできず自陣41ヤードで攻守交代完成の位置を取るの攻撃がこれで敵陣41ヤード付近からの攻撃となりますカンセ学院相手陣41ヤードからファーストアンテンさあ関西学院、変わらずランの体系パスを選択おっとこれは29番タチアーカツアーですねこれは29番竹本選手へのパスが成功しましたクォーターバック12番ターゲット29番にパスを通しそのままエンドゾーン確保にタチアー関西学院6点獲得関西学院トライフォーポイントトライフォーポイント先ほどキックを失敗しておりますので、ここはしっかりと決めたいところここでホイッスルここはタイムアウトを取りました関西学院前半1回目のタイムアウトを取りました前半1回目の、タイムアウトタッチフットボールもアメリカンフットボール同様にですねタイムアウト、前半後半各3回ずつ、取ることが可能となっておりますさあ関西学院中学部としてはここのトライフォーポイントしっかりと取っていきたいところです先ほどキックの失敗もありましたが、その前の反則、イリガルフォーメーションの反則もありましたので、ここはちゃんと、タイムアウトを取って体勢を整えて、キックに向かうという形だと思われます。そうですね、今コメントにもいただいておりますが、2ポイントを狙うという可能性もあるのでしょうか先ほどのキックの失敗分をここで2ポイントで回収しようという可能性もおっとどうやらその模様ですね素晴らしいですね関西学院トライフォーポイント2ポイントコンバージョン2点を狙いに行きます2ポイントを狙いに行きますプレーで決めるとこれ2ポイントおーフェードですがプレーは成功しかしイエローフラッグ反則が発生しておりますの竹本選手のパスは成功しておりましたがおっとこれは反則ディフェンスの反則ですしたがってこれを関西取りません関西学院大学トライフォーポイント成功2ポイント獲得もちろん、ディクラインしまして2ポイント獲得関西学院14点立命館森山0点、14点立命館0点となっております14点2本差となりました素晴らしいですねまさかのチャット欄からいただきまして予想がしっかりと当たっておりましたコメントありがとうございますえいえい先ほど得点を挙げた関西学院のキックオフにより試合再開です関西学院キックオフ再開となっておりますキッカー63番キッカーは63番立命館リターン。リターン、リバースを、リバースフェイクで、立命館陣、25ヤードでボールデッド。川口葵選手、2年生がリターンを試みましたが、自陣30ヤード付近からの攻撃となっております。立命館自陣30ヤードからファーストアンテン立命館なかなかこうトリッキーなリターンを先ほどからで立命館もここでショットガンの体験を
おっと、これは63番キュービーサーク、プレーアクションのパスを投じようとしましたが、これを関西学院63番がキュービーサーク、約5ヤードロス。中選手ですね、こちらも中選手は非常に体格よく、身長180センチ、85キロと、ちょっと中学生離れした体型感。立命館自陣25ヤードからセカンダウン15。さあセカンダウン10、セカンダウン15ですね、失礼いたしました。パス不成功。こちらも、クォーターバック18番、ファイトレシーバー16番へのヒッチパス。しかしキャッチミスによりサーダウンと変わります。立命館サーダウン15、ボールオン自陣25ヤード。キープレイヤーなのでしょうか、先ほどからパスのターゲットになることが非常に多いですね。クォーターバック18番、プレッシャーからスクランブルをしようとしましたが、これはカバーされており約3ヤードロス。3年生スクランブル狙いましたが、これは集まり早く、ロスとなっております。フォースダウン18となっております。立命館フォースダウン18、ここでホイッスル。コメント欄にもいただいている通り DL の集まりが非常にいいですね。ここでウォーターブレイクです。ここでウォーターブレイク、ウォータータイムアウトとなっております。レフリータイムアウトとりまして、ドミノ。本日このコロナの影響でですね、もちろん無観客の試合であることも当然ですが、審判団以外の、他のチーム、本来であればチェーンクルー等もですね、他の、学校が、行うことが多いんですけども、今回は、まあ、他チームを入れることで感染リスクが、ありますので、1年生スタイルできていない1年生が、チェーンクルーをやっていくというふうに。立命館フォースダウン18、ボールオン自陣22ヤード、パントフォーメーションを選択します。パンター88番、坂井優斗選手3年生。このパントも自陣を脱することができず、立命館陣43ヤードでアウトバーン、攻守交代です。さあ攻守交代いたしまして、関西学院中学部敵の43ヤード付近よりファーストダウン10の攻撃。関西学院相手陣43ヤードからファーストダウン10。さあこちらもショットガンの体型ですが、後ろにバックオークバックピストルの体型、モーションで中央で17番を寄せましたが、中央のラン、中央へのランキャリア25番。しかしこれは立命館アジャスト、約、失礼、ノーゲインです。ノーゲインですね、ゲインなしとなっております。関西学院相手陣43ヤードからセカンダウン10。関西学院、セカンダウン10、こちらもショットガンの体型、ウィングに17番の選手を置いております。さあパスして、ナイスディフェンス。ラニワク25番、トスを受け左オープン展開しますが、これは立命館アジャストし約4ヤードロス。4ヤードロスさせたような形。25番東光選手も3年生。関西学院相手陣47ヤードからサーダウン14、攻撃権更新には14ヤードの獲得が必要です。両チームともにディフェンスが非常にうまく機能しているような印象を受けておりますが、さあサードの順位で、
さあここでパスを選択しますが、これパス不成功。クォーターバック12番、18番のパスでしたが、コミュニケーションミス、フォースダウンとなります。パス届かずとなりました。フォースダウンに変わります。関西学院フォースダウン14、パントフォーメーションを選択します。パンター63番、これは大きなパントで、さあ止めるか、止めきれず。このパントはエンドゾーンまで飛び込みタッチバック、タッチバックになりまして、立命館自陣20ヤードからの攻撃と変わります。立命館自陣20ヤードからの攻撃、第2クォーター残り3分14秒となっております。なんとか立命館森山前半のうちに、1本、立命館自陣20ヤードからファーストダウン点でありますが、さあ立命館森山選択、おっとインターセプト、インターセプト、立命館ここでパスを投じましたが、この時にボールをマス、そのボールを取ったのは関西学院、したがって攻守交代、ターンオーバー、3年生が弾いたボールをキャッチして、関西学院相手陣29ヤードからファーストダウン点。さあ関西学院29ヤード付近からファーストダウン点となりました。クォーターバック12番スクランブル、自ら相手タックル縫うように走り約6ヤードのゲイン、6ヤードゲインしております。本当に我々が中学生の時とは打って変わって、プレーも複雑ですし、ね、関西学院相手陣23ヤードからセカンドダウン4。さあ関西学院セカンドダウン4、またもやこれはパンチの体型です。前半から常にこのパンチの体型見せています。さあこれはキャプテン林選手に持たせて、タッチダウン、タッチダウンです。ランニング枠1番右オープンへ展開、そのまま相手タックル振り切り、エンドゾーン飛び込みタッチダウン、しかしここでイエローフラグ、おっとイエローが出ております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。ここでオフェンス、したがって先ほどのタッチダウンは無効となります。関西学院大学ファーストダウン失礼セカンドダウンやり直しとなります。やり直しはきついですね。さあセカンドダウン10、関西学院相手陣29ヤードからセカンドダウン10、敵陣29ヤード付近からのセカンドダウン10。なんとか立命館森山としてはここは相手の反則に救われた形になっておりますので、しっかり止めたい場面。さあパス狙ってくる19番、パス成功、タッチダウン、成功タッチダウン。クォーターバック12番エンドゾーンへのパス、ターゲット29番、このパスを29番エンドゾーンでキャッチ、タッチダウンで6点獲得。選手へのパスがまたもや成功、素晴らしいですね。さあトライ4ポイント、3回目のトライ4ポイントになります。関西学院トライ4ポイント、キッカー63番中選手。さあ本日2回目のキックの機会ですが、
キック失敗、6点止まり。関西学院中学部20点、立命館森山中学0点。現在、関西学院中学部20点、立命館森山中学校、0点となっています。得点を挙げた関西学院のキックオフです。キッカー63番。試合残り時間、第2クォーターです。残り時間2分となっています。キッカー63番中選手。最初を狙ったキック、これはリターン15番落としてしまいましたが、リターン再開。このキックはリターナーがボールをマークしたことによって立命館自陣8ヤードからの攻撃と変わります。8ヤードからの攻撃にとどまっております。立命館自陣8ヤードからファーストアンテン。立命館自陣8ヤードからのファーストアンテン。さあ前半20点のリードを許しておりますので、ここで一矢報いたいところ。パスを選択して、スクリーンのパスですが、これは選手パス不成功。合わずパス不成功。ここで立命館スクリーンパスを試みましたが、コミュニケーションミス、セカンドアウトに変わります。さあセカンドアンテン。立命館セカンドアンテン、ボールオン自陣8ヤード。立命館セカンドアンテン自陣8ヤード。これは関西学院キュービーサーク集まりよく再びパスを投じようとしましたが、ここで関西学院がキュービーサーク、ここでホイッスル。29番竹本選手でしょうか、一番初めラッシュに行かれたのは。ここで関西学院前半2回目のタイムアウトを取りました。関西学院が2回目の、タイムアウトを取っております。16と非常に厳しい状況になりますが、関西学院前半2回目のタイムアウトを取りました。立命館サードダウン16、ボールオン自陣2ヤード。前半残り時間は1分38秒。ここでホイッスル。ここで立命館が前半1回目のタイムアウトを取りました。立命館前半1回目のタイムアウトを取りました。関西学院、失礼、立命館自陣2ヤードからサーダウン16。ディフェンスラインのラッシュが非常に厳しいので、セーフティーのリスクもありますが、パス選択、おっとこれパス成功。パス成功。
立命館森山から16番川井選手へのパスが成功して、クォーターは98番ワイドレシーバー16番へのポストパターン、このパスを16番キャッチしファーストダウン獲得です。16番河合選手、本日大活躍、初めの、ウインターセットからパスの、ターゲットも、立命館自陣29ヤードからファーストダウン点。何パドルでしょうか、すぐにこれは始めましたが、キュービーサーク、これは63番、中選手でしょうか、クォーターバック18番、再びパスを投じようとしましたが、これを関西学院がキュービーサーク。ロス8ヤードほどロスしたのでしょうか。さあセカンドダウン19でしょうか。これもスクリーンのパスですが、立命館セカンドダウンでヒッチパス、しかしこれの原因はほとんどなし。ここでホイッスル、関西学院ここで前半3回目、前半最後のタイムアウトを取りました。前半最後の、タイムアウトを取っております。試合残り時間は34秒。関西学院前半3回目のタイムアウトを取りました。立命館自陣15ヤードからサーダウン24、自陣15ヤードからサーダウン24の攻撃、ショットガンフォーメーション、もちろんパスを選択します。キュービーサーク、ここでクォーター、パスを投じようとしましたが、三度のクォーターバックサーク、フォースダウンに変わります。フォースダウンに変わります。森山、非常に厳しい展開ですが、ここはここで前半の時間がなくなりました。時間が終了となりました。前半終わりまして関西学院中学部、前半終わりまして関西学院中学20点、立命館森山中学0点、関西学院リードで後半戦に移ります。